こんにちは、高中です。時刻は12月中旬の11時頃、第16回沼駅巡りということで、鹿島臨海鉄道大洗鹿島線の日沼駅に来ております。日沼駅は1985年開業で、 JR 水戸駅から20分くらいで到着します。ガルパンの聖地で有名な大洗駅から一駅目ですね。あたりは畑に囲まれて、建物は少なく開けた場所となっております。では散策していきます。日沼駅に戻りました。ホームの屋根あたりにはガルパンのステッカーが貼られております。
見沼駅は観光センターがあり、レンタサイクルもあり、1時間くらいでのんびり散策するのが良いかと思います。見沼は沼を越えたダイナミックな湖で、野鳥もたくさんいますので、双眼鏡を持っていくことをお勧めします。では1両編成のガルパンラッピング車両で水戸駅に戻りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。